そうですね、ちょっと今日趣向を凝らしてね、ですね、昔そうですね、やっぱり巨人、もう結構子供の頃、巨人のね、試合の放送が多かったからね、毎週やってたから、毎日やってたからね、ゴールデンで。で、保育園の頃かな、小学校かな、バッターが好きなんだよね、バッターがね。巨人のね、やっぱ吉村選手が好きでね、なんかね、やっぱいい、なんだろう、なんでよく好きなのかな、なんかやっぱり、頼りがあったよね、なんか、打ちそうな感じしてたんでね、打ちそうな感じ、吉村選手ってね、すんごい打ちそうな感じでね、うん、そんな感じだったから、一番好きだったかな、最初、一番好きで、で、駒田選手だね、やっぱりね、やっぱり、なんだろう、どこが良かったっていうか、やっぱなんかね、その子7番とか打ってて、ファーストで7番ぐらい打ってたね、巨人で。なんか、下位にああいう駒田選手みたいな人がおると、すごい、一発やってくれるなっていうね、いや、そういう感じだったね。だから5番には吉村、7番、6番岡崎くんでね、うん、そんな感じだったね。なんで、岡崎よりも駒田が下打順なんだ、打順が下なんだって思いながらね、いつも思ってて、原がどうしてもね、僕犠牲フライのイメージがあってね、いつも犠牲フライってんのこの人みたいなね、ずっと思ってるイメージで、小さい頃ね、まあ、やっぱ3番クロマティか、記憶一応あるな、よく真似してたもんでね、すごいね、構えでね、やっぱ2番かわいいね、渋いなーってね、かわいいがいつも思っててね、1番多かったあね、ちょこんって打つイメージがあってね、どうしても足速くてちょこんって打ってね、で見てて2番バンとかわいいみたいな、なんか固定それがね、ずっとあってさ、そういうイメージが巨人って、なんかすごいそれがあったんで、頭の中に、まあピッチャー斉藤、牧原、桑田か、それぐらいかな、抑えがね、あんまり覚えてなかったね、あんまり、香取とかね、西本とかだったんで、確かね、よく覚えてないんだよね。でその後だよね、記憶がだいぶ上がってきたのが、なんか中畑もったかな、なんかそうそう、なんかちょっとね、その辺なん、まあで巨人とか巨人の話で、まあ愛知県なのにね、中日よりも巨人が好きだったっていうね、なぜか結構周り巨人ファン多かったもんね。まあそうだね、その後、まあ松井かな、やっぱ松井が出てきた時からかな、かなり、まあ落合、松井、広沢、すごいね、だんだんそういう風になってきちゃってね、石井宏とかね、なってきて、ちょっとそういう感じになってきちゃって、あ、もうちょっとついていけないなって、なんかだんだん、あれ、ちょっと巨人あれだなって思い出して、確か4番を取ることはいいんだけどね、なんか強奪してる感じがして、なんかそんな感じは確かしてたんだよね。まあいいんだけどね、僕は好きだったけど、それはその頃まだそれでも。で、だんだん YouTube でね、なんか、なんでそうなったかっていう情報を知ると、やっぱりなんか、あれ、巨人ってって思っちゃうもんね。まあ、そんなこと言ったら全部他の球団もいろいろあるんだろうけど、今では中日の方がなんか好きかな、まだね、なんか地元好きっていうか、まあ、
まあ中日と巨人だったら中日応援しちゃうよなっていうね、うん、なんかね、うん、まああとでも好きなのはやっぱ横浜ベスターズ日本ハムかな。今だと日ハムが一番か。やっぱりちょっとどうしても新庄がね面白くてね、うん、見ちゃうんだよね。なんかすごい今は日本日ハムが一番面白い、好きかな、やっぱ、うん、なんか見ちゃうよな、絶対あれは、うん、そうだね。やっぱ若い選手がね、日本ハムすごい、日ハムすごい育ってるんで、なんか出てきたんで、すごいそれも面白いんで、若手がね面白いっていうのがあってね、うん、そうだね。ちょっとバラバラだって野球の話はちょっとかなり雑になっちゃったけどね。あ、あとね、中日ちょっと古くまた時代戻るとかね、パウエル、ちょっと俺覚えだけど、パウエル3番パウエルってめちゃくちゃ強いなと思ってて、パウエル大砲山崎っていうね、確かそうだと思うんだけどね、そういうクリーンアップあったと思うんだけどね、が好きかなやっぱり、うん、そういうの時代とかね、うん、なんか、うん、まあとりあえず野球の話ね、うん、あ巨人木田とかね、宮本はまあ何とも言えなかったな、良かったけど、木田の方が好きだったかな。打たれや、なんかホームラン打たれるイメージあったけどね、木田すっごいなんかまっすぐを、フォークとまっすぐでね、カーブもあったけど、なんか木田は好きだったかな、ピッチャーでは。あ、木田ね、石井はちょっとな、やっぱりちょっと重たい球だけどコントロールがあれだったもんな、やっぱ、うん、西山とこってね、抑えにね、西山とこってね、それもすっごいコントロール悪くてね、結構ワイルドピッチャーっててね、その後にまあね、山口とか出てきてね、すごい抑えが強くなっていったんだけど、うん、まあバラバラだよね、話、野球の話もちょっと時代がね、うん、めちゃくちゃになっちゃったけど、次は音楽の話した方がいいかな、ちょっと一回切り替えるか。